今この瞬間も国際的な協力や競争によって進められているビッグサイエンスの数々、それは巨大な施設や装置を使って行われる壮大な研究を意味します。科学の最先端にそびえる世界のビッグサイエンス、それは私たちに見たことのない新たな科学の地平線を見せてくれるのです。今回はゲノム医療の最先端へご案内します。生命の設計図ともいえる DNA、 そこには私たちの体を作る情報が文字のように ATCG という4種類の塩基と呼ばれる化学物質で書かれています。 DNA に書かれている塩基の文字のすべての配列をゲノムと言います。人間のゲノムは2003年に解読されました。ヒトゲノムはおよそ30億の文字で書かれていました。私たち人間は皆同じ文字列を持っています。しかしよく見るとところどころに人によって違っている箇所があります。これをスニップ、一塩基多形と言います。研究が進むにつれて、このスニップは非常に重要な意味を持っていることが分かりました。東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターセンター長の中村祐介さんにお話を伺いましょう。SNP と呼ばれる遺伝子多形というのは、例えば A が G に変わる、C が T に変わるシングルヌクレオタイドポリモルフィズム、一塩基多形の略ですけれども、それは我々の遺伝子上に1000万箇所ぐらい、一人一人で比べると遺伝暗号の違っている場所があるんですけれども、その SNP と呼ばれる部分を使ってありふれた病気、あるいは薬に対する副作用の起こりやすさ、薬に対する効き具合を調べようという研究が2000年を過ぎて一気に始まったわけです。同じ病気でもかかりやすい人とかかりにくい人がいます。薬に対する副作用や薬の効き方にも個人差があります。こうした個人差を作り出しているのがスニップなのです。スニップによって遺伝子にいくつかのタイプが生じることがあり、このタイプの違いが病気のかかりやすさに関係することがあります。がんの治療などにおいても個人のゲノム情報が重要になってきます。おそらく最も分かりやすいのはハーセプチンと呼ばれている乳がんの抗体を使った治療薬ですけれども、その薬が有効なのは乳がん患者の約 20% ぐらいの患者さんで、そのハーという物質が特別に働いているような乳がんに対して効果があるので、もう薬を使う対象があらかじめハーという物質が働いているかどうかというのを調べてから使うというような状況になってますので、今後の医療というのは事前により効く可能性のある薬をさまざまなゲノム情報あるいはタンパクの情報を用いて利用するということになってくると思います。それぞれの人が持っているゲノム情報に基づく個人個人に合わせたこれからの医療をオーダーメイド医療と呼んでいます。オーダーメイド医療を実現するには研究のためにたくさんのデータを集めなくてはなりません。中村さんがリーダーとなって2003年から進められたバイオバンクジャパン計画は、日本人20万人以上から DNA と血清とカルテを集めるというものでした。バイオバンクジャパンプロジェクトというのは12医療機関66病院の協力を経て、患者さんから臨床情報と DNA と血清を提供していただくというプロジェクトです。で、5年間2008年の3月までそのプロジェクトを進めまして、合計20万人以上、1人の患者さんが複数の病気を持っておられるケースがありますので、合計31万症例分の DNA を集めることに成功いたしました。この新たなプロジェクトはバイオバンクそのものの設計から始まりました。
そして患者の協力を得るためには目的を正しく説明して合意してもらわなければなりません。そのための人材育成や患者のプライバシーを守るセキュリティ体制を万全にすることも重要でした。こうして得られたデータはすでに様々な成果を上げています。例えばもうバイオバンクプロジェクトの成果として100本以上の論文を出しています。で、世界の一流誌にもたくさん出していますし、そういう意味では病気になりやすい遺伝子の研究に関しては、国際的にもトップの成績を残して成果を収めることができたというふうに思っています。患者から提供された DNA サンプルを病気別に見るとこのようになります。提供されたサンプルは理化学研究所や東京大学医科学研究所、その他の外部機関でオーダーメイド医療の実現を目指す研究に使われています。ここは東京大学医科学研究所内にあるバイオバンク。20万人以上の DNA サンプルが保存されています。地下にある血清の保管庫、ここにはおよそ84万人分の血清のサンプルが保存されています。その温度はマイナス150度、液体窒素による冷却システムなので、災害の時などに電力の供給が止まっても1週間ほどは超低温を保つことができます。バイオバンクのデータからどんなことが分かったか、これまでの成果をいくつか紹介しましょう。関節が痛み、うまく動かせなくなる関節リウマチに関係している遺伝子のSNPを調べることにより、この遺伝子には3種類のタイプがあることが分かりました。そのうち一番活発に働いているタイプの遺伝子を持っている人が関節リウマチにかかりやすいことも分かりました。胃がんは日本人が多く発症するがんです。胃がんには分化型と未分化型がありますが、未分化型の胃がんに関係している遺伝子を調べたところ、あるタイプの遺伝子を持っているとがんの発生リスクが高くなることが分かりました。日本人にも患者の多い2型糖尿病の発症と関連する遺伝子のタイプを明らかにしました。この遺伝子のタイプを持つ人は持たない人に比べて発生リスクが 1.4 倍高くなります。お酒とタバコと食道がんの関係も分かってきました。アルコールの分解が遅い人は食道がんになりやすいことや、お酒とタバコの危険因子が重なると食道がんの発生リスクが非常に高くなることが明らかになりました。タモキシフェンという乳がんの治療薬があります。この薬の働き方には患者によってタイプがあり、あるタイプの患者ではこの薬が有効ではないことが分かりました。オーダーメイド医療が実現すると医療はどのように変わってくるのでしょうか。オーダーメイド医療という言葉自体は私が1995年から使い始めた言葉でして、使い始めた当初は何を言ってるんだろうというような感じしか受け止められなかったですけれども、もうもはやもう医療の現場には当たり前のことのように最近受け止められつつあります。で、個人個人にあったというと、少し言い過ぎかもしれませんけども、ある遺伝的な特徴を持った患者群にある薬を使うというようなイメージで理解していただくと一番分かりやすいと思います。おそらく皆さんお医者さんに行かれると、この病気ですねという診断がつきますね。そうするとほとんどのお医者さんはとりあえずこの薬で様子を見てくださいというふうにおっしゃると思うんです。これまでの薬の投与は次のようにして行われています。まず患者に一律ある量の薬を投与します。 2,3 日してからその結果を見て、効果が出ている患者にはそのまま投与を続けます。効果が強すぎたり副作用が出た患者に対しては薬の量を減らしたり投与を中止します。また効果が少なかった患者には投与量を増やして様子を見ます。これにはまた 2,3 日かかります。このように
患者に適した薬の投与量を決定するのに時間がかかっていました。一方、患者のゲノム情報を利用すると、まず患者の遺伝子のタイプを調べます。それに基づいて患者に異なった量を投与します。この方法なら投与量を短い時間で決定することができ、副作用なども防ぐことができるのです。ゲノムの情報からその人がどのような病気にかかりやすいかも分かってきます。病気の危険度が分かることによって、自分で健康を維持することにもっと注意を払えば、健康で長生きするということが、まあ、実際できるようになると思います。で、日本のように非常に高齢化が進んでいる国では病気にならないと、あるいは病気から早く回復すると、副作用で苦しまないということは非常に大切なことだと思うんですけども、まあ、ゲノムの成果というのは今言ったような医療の確立に非常に貢献するということが期待されますので、日本はやっぱりこのような研究を進めていくべきだと思いますし、逆に遅れてしまうといろいろな知的所有権が、まあ、欧米に独占されてしまうと、いい医療を受けるのに逆に非常に高い、パテント料を払わないといけないというような形になってしまいますので、やはり国の方針として、このゲノム医療を確立していくというのは、まあ、我々のこう国力、国の経済規模を考えた上でも非常に重要だというふうに私は思います。将来は私たち一人一人が自分のゲノム情報を知っておく必要が出てくるでしょう。ゲノム情報を早く安く読み取る技術が必要です。ゲノムの暗号を解読するというのはすでにもう革命が起こりつつありまして、例えばアメリカの NIH の中にあるゲノムの研究所のデータを見ると、2006年までとそれ以後を比較すると、その遺伝暗号の解析スピードが1000倍に上がっているんですね。で、1000倍というのは3年かかったことが1日で終わってしまう、あるいは1ヶ月でかかったことが45分ぐらいでできるということになりますから、本当にこう遺伝暗号を解読する革命が起こっていると思います。で、おそらく今から3年あるいは5年以内には10万円ぐらい、あるいはもっと安く自分の全遺伝暗号を入手するということができる時代になると思います。 SNP の元のデータベースを作るときには国際協力が必要でした。この時、日本、アメリカ、イギリス、カナダ、中国が協力しましたが、その結果、SNP には人種や民族で差があることが分かりました。そのためバイオバンクジャパンでは日本人のデータが集められました。中村さんはこのデータを日本人に近いアジアの人たちの医療に役立てることを考えています。30億文字で書かれた人のゲノムの謎に挑むビッグサイエンス、それは国際協力と各国の研究、そしてコンピューターの発達を組み合わせて爆発的な勢いで進んでいます。次々にもたらされる発見によって一人一人に合わせたオーダーメイド医療が現実のものになりつつあります。21世紀の医療は今大きな転換点を迎えているのです。